今日は9つの喜びの準備をしております。これはごま豆腐。え、こんなのつけてんの？すごいじゃん。干しアナゴ、これは美味しいんだよねって感じです。バラシェユージ脇谷雄二のユージチャンネル。皆さん、まだまだ寒い日が続いております。今の時期の白菜っていうのは甘みがあってもう最高です。糖分があって寒い時期に自分の体を守る、それで糖分を養う、そういうふうになってるわけですよ。野菜もそういう時期に白菜をたっぷり使う。それと鶏のひき肉、生姜のすりおろし、卵、これだけでですね、美味しいシューマイならぬ変わりシューマイをご紹介します。醤油大さじ1です。それにお水だいたい2杯、そこに砂糖が小さじ1ぐらいです、1強、それに塩を少々、それと胡椒です。胡椒が少々で混ぜて混ぜて混ぜていきます。そこに卵1/2、このように入れます。それとごま油、大さじ1入ります。このようにして合わせ調味料を作ります。そこにあとお酒ですね、紹興酒があれば大さじ1、こんな風に最初に合わせ調味料を用意します。鶏のひき肉をこのようにして、そうしましたらここに先ほどの合わせ調味料を最初に約半分ぐらい入れていきます。半分入れたらこれをよく練っていきます。これ今調味料を入れていくとその鶏肉が元気になってきます。元気になるっていうのは粘りが強くなる、その粘りが強くなって次のもう一回調味料を2回にして分けていく、それでさらにまた混ぜていくわけです。こんな風に混ぜてください。こうやって混ぜていくとまた粘りが出てきます。この粘り、2回目の粘りが出てきたところで生姜のすりおろしです。だいたい小さじ1です。それと白菜、ボイルして絞ってあるもん、約 210g、 このように混ぜていくわけです。また粘りが出てきたところで片栗粉を大さじ約2杯入ります。こんな風にしていきます。このようにバットに移し、それでラップをして冷ます。冷ますとお肉が硬くなるんですね。今はまだ柔らかい感じです。こんな感じで冷ますことが大切です。寝かせるということですね。このシューマイの皮をこんな風にですね切ってしまう。見たことあると思うんですけど、このように切ったものを絡ませてしまうということですね。こんな風にします。スプーンでくり抜いてお団子状にしたものをこんな感じでですね、こうシューマイの皮をこんな風にして絡ませる、パン粉をつける要領でですね、少しずつでいいです。大きさによっても違うと思うんですけど30個ぐらいはできると思います。もし分量が
多いなという方はですね、半分の量でもいいですけど、皆さんがいらっしゃった時にこうやって作り置きしておくというのではすごく便利です。シューマイの皮のように包んでこのようにしてもいいですけどね、今日はこういうふうにして蒸してみましょう。かわいいですよね、こんな感じでね。お子様のお弁当なんかに入れてもいいですしね。これで蒸すこと約7分です。蒸します。それともう一つはチキンスープを用意をして、顆粒でもいいです。チキンスープ、チキンスープを用意したら、このまんまこれをこの沸騰する前にこんな風にしてですね、スープの中に入れてしまう。それで蓋をする。こんな風にして約これで6分、あとから塩コショウ卵をふわっと落としても最高のスープシューマイ団子ふわーっといいですよね。ほら見てください、こんもりとかわいい感じですよ。そこに入るのは塩、こんな風に胡椒が入ります。パラパラパラと。それとお醤油がほんの少し。それで味をちょっと見てみましょう。おお、おいしい。そこで皆さん、タンファータンというのがあるんですけど、タンファーは卵です。卵で花を咲かせる。こんな風にですね、ふわっとこんな風にしていきます。それでほら、こんな感じで一番絞りをふわっと垂らせて、白菜のうまみ、このようにしてお客さんをもてなす。最高ですよね、今の時期ならではの。こんな使い方もできる。ネギがパラパラパラっとあれば完成です。時間が7分経ったところで、いやいい感じですね。これをこのように見てください、シューマイのこんな感じで、子供も喜ぶ、大人も喜ぶ。最高ですよこれ。こんな形で白菜たっぷりの変わりシューマイと変わりスープの完成になります。最高。いいよね、ああいう種でね、こんな風にスープにもできるんですよ。いただきます。おいしい。こんな風にしてですよ皆さん、とっても柔らかくて白菜がいっぱい、最高ですねそれとこちらも行ってみましょう。ほら、うわ、見てください、こういう感じ。シューマイの皮がまとわりついている。あって、
ちょっとマスタードをこんな風につけるとまた変わるんですよ。うん、大人の味。作って冷めて冷蔵庫に入れとく。で、召し上がる時にもう一度蒸す。そうするとまた柔らかくなります。ぜひ皆さん、変わりシューマイ作ってみてください。これは白菜が決め手です。いただきます。